こんにちは。今日はですね、埼玉県は今雨なんですけども、まあ去年でしたら雪になっているところだったんですけどもね、今年は雨、まあ、ちょっと暖冬という感じですね。まあ暖かい方がいいですけどね。今年はまあ暖冬でずっと行くかもしれないですね。私の子供の頃でもよくですね、ソリ遊びをしていたんですけども、暖冬の時にはですね、ソリのコースができなくてね、まあつまらない思いしたんですけど、まあ寒い時にはね、山道がカチンカチンに凍りましてですね、もう本当にソリ遊びが大好きだったんですけどもね、暖かい年もありますし、寒い年もあるという程度のね、気象のブレですよね。今年暖冬だからさあ温暖化だなんてね、言い出す人もいそうですけどもね、まあ全くそんなことはないと私は思っているんですよね。私はまあ YouTuber なんですけども、まあそれ以前からですね、ホームページを出していましてですね、そこにまあ私の、まあ、インターネットに関するコンセプトをね書いてるんですけども、ページにですね、ウェブ作家、宇宙論研究家、ネットコメンテーター、ネット疑似科学バスターとね書いてるんですけどもね、まあネットコメンテーターは Facebook でねいろいろ、まあ、書いてますし、それから YouTube 動画の方にもですね、気になる動画ありましたらですね、私の考えをね書き込んだりしてですね、やってますね。まあいいものはいいねとかね、ここはおかしいんじゃないのとかね、まああまり気にしないで書いてるんですね。ネット疑似科学バスターっていうのね、まあ今一番疑似科学バスターで、まあこれちょっとまずいんじゃないと思うようなものっていうのはですね、要するにフリーエネルギーって言ってるね、空気中からエネルギーが出ますよとか、エネルギーは無尽蔵にあるんだというね動画が結構多いですけどもね、子供の頃ですね、鉱石ラジオっていうゲルマニウムラジオとかねいうのをやったことある人だったらわかると思うんですけども、あれは電池いらないんですよね。電池なくってまあラジオが受信できると。それはなぜかっていうと、電波自体がエネルギーなんですよね。ですからその電波を、まあ、鉱石ラジオで受信して、まあ、音に変わるっていうね、電池なしですからね、まあそこにはエネルギーがあるわけですけども、まあだからといってですね、無尽蔵のエネルギーがあるわけではないんですよね。まあこのような一つの、なんつうのかな、かすかないろんな現象をですね、まあ、フリーエネルギーだと言ってるような現象が多いですよね。まあ水でね車が走るとかですねいうのも結構ありますけどもね、まあ考えてみればね、そんなことができるんだったらもうとっくにやってますよね。まあもうちょっと単純に考えてね、そんなことできるんだらもうやってるだろうと、製品化すれば儲かるじゃないかというような、そんな部類のことですよね。この疑似科学っていうのはね、いろんなことに誘導されるんですよね。いろんな 人たちがねこれ使ってるんですよね。まあネットでね活躍してる人でも、まあ、この部類の人が結構いてですね、まあ私ちょっとね苦情を言いたいんですけどもね、まあ、あの人たちも生活がまああるんでしょうしね、うん、なかなかちょっと迷うとこなんですけどもね、もう疑似科学のプロですからね、もう営業妨害だと言われる可能性もあるわけですよね。本当にもう、まあ結局私たちが見る側がね、そういうことをよく分かるようになれば、そういう、まあ、一種のね科学詐欺師もいなくなるんじゃないかと思いますね。最近ですね、トランプさんが
まあ、今年は2020年は選挙の年ですから、ね、選挙活動がね非常に盛んになってきまして、私はトランプさんのツイッターをいつもフォローしてますので、トランプさんが何か書くとですね、私の方の画面の方にですね、記事ありますよっていうメッセージが出てくるんですけどもね、まあ、あの人も本当にあれですね、まめな人ですね。あの人はお酒飲まないしね、タバコも吸わないって言ってそう言ってる人ですからね、私よりもずっと真面目な人じゃないかと思うんですけどね、なかなかね、あの人はすごいなと思うね。既存のマスコミやね、財界っていうのは、まあ、反トランプ側の人が多いんだと思うんですけどもね、給料の3倍働かなきゃいかんのだみたいにね、みんな思ってると思うんですよね。まあ私もそういうふうに思ってましたけども、実際現在のそのいろんな社会システムではそうなってしまうんですね。まあ企業っていうのもね、まあ会社の建物自体も借家の場合が多いですね。で税金は取られますし、から各種保険っていうのもね、随分企業負担しますしね。でまあそれ積み上げていくと、まあ3倍ないとダメなんで、まあ企業内にもですね、実生産部門の人とそうじゃない人がいますからね、企業のまあ維持管理費っていうことになるんでしょうけどもね、そういうものを積み上げていって、まあ3倍だというわけですけども、実はこの本当はね、まあ逆に言えば 100% プラス事務手数料ぐらいをね働けば、まあ組織っていうのはまとめていけるはずなんですけどもね、やはりその今の組織構造ではまあ無理なんでしょうね。しかしこのネット社会になりましてですね、まあ私もこうやって動画作って配信してますけども、コストもかからないわけですね。まあ電気料ぐらいのもんですよね。で別に私を管理する人間がいるわけでもないしね、そういう人の分を売上に計上しなきゃいかんとかっていう話でもない。このサービスをやっている YouTube ですね、 YouTube にはまあ大きな利益が生まれるわけですよね。いや結局なんていうんですかね、従来のこじんまりとした企業活動からですね、このネット社会っていうのは企業活動自体がですね、ネットをこうかぶせられて、その中で何やってもいいよみたいに言われてるのがネット社会かもしれないですけどね。まあこの今のインターネット中心のこのですねシステムっていうのは、まあ目に見えないですけどもね、これはもう膨大な、まあ、投資が行われてこういった便利さがあるんでね、そのことを考えるとね、ネットサービスをねやってるところで、まあ、利益が出ないと、まあ、維持管理できないんだということだと思うんですけども、まあ従来の企業活動というのがですね、まあ、難しくなっているんだろうなと思いますね。まあ、よくですね、YouTube 見てますといろんな人が今模索状態なんですよね。まあどういうものを作っていこうかとか考えていますけども、私もね同じなんですけどね、まあ細々とでもねこうやって積み上げていくとですね、私自身の著作物が増えてきますので、まあそういったものをですねまた組み合わせて、また何か新しい著作物になったりねすることもあるかと思うんですね。まあ私宇宙論書いてきまして、まあそういったアイデアとかね、まあ著作物とかそういったものを組み合わせながら、まあ同じ、まあ中身はねあんまり変わんないんですけどね、動画にしてますけども、できるだけ新しいものを見ていただきたいと思うんですけどもね、どうも当初にですね2014年頃に発表した動画はですね、まあ一番ほど再生回数が多いんですよね。古いから多いっていうんじゃなくって、
一度再生回数が多い動画ができてしまうと、その多い再生回数の多い動画に集中するらしいんですね。やっぱし何て言うんですかね、その再生回数の多いものはこれはきっと多くの人が見てるんだみたいに思ってね、まあそちらに目が行くのかもしれないですけどね。やっぱしネット社会ではですね、新しい情報にアクセスしないと非常にちんぷんかんぷんのことになったりしますよね。まあ本当にあるんです。私こうトランプさんなんかね、去年はずっとトランプさん、ああいいないいなっていうようなことをね書いたりしてたんですけどもね、もう年明けたらね、反トランプの方の記事がだいぶ多くなってきてね、危ないんじゃないかみたいなね、次期トランプは無理じゃないかみたいなね動画まで出てきて、まあそういうのもねまた変わってくると思うんですね、流れの中でですね。だからあんまり、まあ、一喜一憂しないで、まあ、発言よりも、まあ、人間性のようなものを見た方がいいと思うんですね。まあプーチンさんも一緒ですよね。私はプーチンさんが好きなのはですね、プーチンさんが大統領になった時に涙を流していましたですね。やっぱあの純粋さっていうのはね、ああもう言葉で伝えられるようなことでもなかったですよね。本当にまあこの人は素晴らしい人だなと思いますね。まあトランプさんも似たところがあるんですよね。まあアメリカ人気質とロシア人気質の違いがあると思うんですけどもね。まあトランプさんは人を差別してないですよね。もう誰ともね、おいお前、おい俺とお前だみたいなね、そういう雰囲気でこう人と接しているのがベースになっているようですよね。だから私一番思ったのは、あのトランプさんがまあ天皇陛下と会った時の態度とかですね、エリザベスと会った時の態度とか、そういうのを動画で、ね、見てますと、ああこの人はこの、まあ、対等な人間関係ということをね最も中心に置いてるんだなと思いましてですね、まあ、そういうところが好きなところなんですけどもね。あ、18分喋ったみたいですからね、これをムービーメーカーでまあハサミ入れますと10分ぐらいの動画になると思います。ということで、ここまでにいたします。ごきげんようも。